進む中市は、中華人民共和国山西省東部に位置する地球市、山西省中部に位置し、陽泉市、大原市、路涼市、林墳市、長寺市、河北省に接する。市内は東高制定の地勢となっており、ほとんどが海抜1000メートルを超える丘陵地帯となっており、最も低い霊石県南西部の川川沿岸でも、海抜547メートルとなっている。 春秋時代には進むが、新中西部に、棋県、県、都水県、馬橋県の4県を設置し、西部は白敵による小衛国が存在していた。戦国期になると、藩、蝶、義の3国が拡挙していた。旗が中国統一すると、全221年、進む中地区は、新葉県が設置され、大元軍の管轄とされ、五貫には、大元軍、西川軍、 ガクタイラ軍の三軍が設置されている。南北朝時代には中国北部を統治した北義により兵舟及び憤州が設置された。随代になると583年に軍政廃止に伴い兵舟、助州、藩州、領州の四州が設置されたが、607年に軍政が再施行され、大元軍、西川軍領軍が、さらに両政区画の整理が行われ、大元軍、 すけきゅうに改編された。当代になると頻繁な行政変更が加えられた後、八百八十三年に大剣府及び分州、領州が設置され、新末まで沿いが重ねされた。民進時代には、進む省と呼ばれる賛成商人が中国全土で活動した。平らは県、棋県、大谷県は、進む省が集い本教をく中国の金融の中心として栄えた。当時は、 金田国、銀気県、道、平遥ハとも称され、その名残を残す建築や邸宅は各地に残る。特に、平遥古城は、街並みや城壁の保存状態が非常に良く、世界遺産にも登録されている。中華人民共和国が成立すると1949年に、三世省の管轄となり、二列議選区が設置され、校所が二列県に設置された。 1958年には、二列議選区は、進む中選区と、1970年にはさらに、進む中地区と改称された。1999年9月24日、進む中地区及び研究士としての二列自治の廃止が決定され、新たに、新中市が設立された。2000年10月、進む中市人民政府が正式に成立し、現在に至っている。賛成承認の邸宅。 英石圏の大家大院西川つく、1県究、し8県を管轄下に置く、2列議選区、編集新中地区、編集新中市、編集新中、これらの地下資源を活用した石炭や金属関連の工業以外に産出される良質な土壌を利用した、製糖業、農村での養蚕、また農業分野でも賛成省で重要な地位を占めており、特に野菜と、 食肉出荷は全省一の生産量を誇っている鉄道道路ありがとうございます。